始まりました。 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。大分。町田大和選手が、はい、今まで出られないんで、大分といったら、まあ我々 FUG 的には町田大和推しなんで、ちょっと残念かなとは思うんですけれども、で、順位的に下位の日本人監督相手ですから、ここはもう浦和レッズとしては間違いなく負けられない相手、勝ち点3が必須、アウェーでも取ってこいと。そうですよね。この試合は勝たなければならない。はい、もうそれ必須ですね。アウェーだろうが何だろうかっていうところですね。まあじゃあ対戦成績、まあ、大分非常に苦しんだ時期もありまして、はい、久々に J1 に、まあ、去年から上がってきて、はい、J1 2シーズン目なんですけど、浦和レッズの対戦成績は12勝4分け7敗と全成績、リーグ戦ね、はい、リーグ戦の全成績12勝4分け7敗なんですが、今回アウェーでやりますんで、アウェーを見てみますと3勝3分け5敗かな。意外と大分頑張ってますね。ですよね。おまけに3勝ってずいぶん前にしたものなので、それいかんですね。そう、大分ね、僕行ったことないんですけど、温泉もあってね、行ってみたいなと思うんですけど。馬肉もあるしねまあそれ熊本だけどまあ、九州といえばね、食べ物も美味しい、ね、お酒も美味しい、はい、観光するところもある、うん、温泉もっていうの でそういうのをこう入れてですね、浦和レッズのサポーターの人も行くところが多いのも、はい、もしかしたら原因なのかもしれないですね。そうかもしれないですね。ね、コロナが終わったら、うん、町田大和に来年あたり招待してもらいましょう。あ、招待してもらうもんね、はい、でスタジアム行ったことないし、大和呼んでくれよって、俺たち行くからって言ったら、あ、じゃあぜひチケットも送りますし、エアのチケットも送りますから、セットのチケットが欲しいですね。はい、でもう全部あの宿の手配まで全部町田大和に、お父さんも一緒に3人で行けばいいんですよ。なるほど。僕らはお父さんの付き添いですから。いや、僕はまあチケットはいいですよ、取材で入りますから。あ、なるほど。しっかり取材させてもらって。はい、じゃあそうしましょう。どんな話してんだってことなんですか今の大分の成績見ていきたいんですけれど、はい、現在12位、大分12位で勝ち点は29、はい、試合の方は浦和レッズよりも1試合少ないですね、24試合、はい、8勝5分け11敗ということで、はい、得点26の失点35、得失点マイナス9って、なんか得失点マイナス9とか言うと、なんか僕らしっくりきますよね。ちょっと前の浦和ですからね。そう、そこなんですよ、はい、イメージから言うと、はい、今シーズン大分トリニータの戦い方をずっと見ていくと、大敗はないですよ、レッズみたいに、はいはい、大きく大敗することはないんですけど、またでも名古屋に 0-3 っていうのありましたね、はいはいはい、なので、まあ、名古屋にそういうクリーンシートで負けたゲームもあるんですけど、基本的にはまあ競った試合が多いんですね、うん、なのでまあ、それは自分たち浦和レッズに当てはめたところで、まあ、大勝ちするのはそうそうないっていうふうに見てった。もちろん大勝ちしたらいいですよ、ね、なかなかこう手強いんじゃないかなと。埼玉スタジアムでやった試合もね、楽勝かと思ったら、まあ、2-1 のゲームだったですから、まあ、そういうことも考えると簡単には勝たせてもらえる。ディフェンスにそしてすごい選手いるじゃないですか。鈴木選手ですよね。あ、すごい、さすがよく知ってるさすが知ってますね。この選手フル出場ばっかりですからね。あ、じゃあ鈴木選手、はい、鈴木由伸選手、はい、なんと昨年まで、まあ、もちろんカテゴリーが去年 G1 上がったんで、その前は G2 なんですけど、3年連続、去年までですよ、3年連続全試合フルタイム出場です。すごいですね。アイアンマンですね。アイアンマンです、まあ、まあ3バックなんで右のバックなんですけれど、すごいですよ。すごいですね、強力ですね。そしてなんと、まあ、ご存知だと思いますけど、今シーズンも全試合24試合に出場してフルタイム出場と。怪物ですね。怪我もないし立派ですよね、プロとして。いや、立派だと思います。どうやってもね、僕らが調べてもわからないのね、やっぱ
九州のところなんですよ。はいはい、見るのは、まあ、よっぽど好きで、まあ、今までの、まあ、おととしまで J2 見るとか、あったらいいんですけど、はい、まあ、なかなか大分の試合だけをクローズアップして見ないじゃないですか。そう、見ないですね、正直。縁がね、こうやって町田大和がいるから見たりとかしますけど。だからね、あれすごい人だなと思って。そう、彼はすごいと思います。まあ、キーパーだったら意外とあるかもしれないですね、うん、それぐらいの出場。いや、まあ、浦和レッズも今シーズン全試合出場。はい。全試合フルタイム出場している選手いますからね。そうですね。あんまり言うとまた怒られちゃったりするんで言わないですけど。いや、そう考えた時の、あ、こういういい選手がやっぱいるんだなってね、去年、この鈴木選手がすごいのは、シュートブロックなんですけど、リーグ1位ですって。すごいですね。シュートブロック。1位だそうです。1位。で、2位の選手に、回数で言うと20回以上差をつけてるらしいです。ってことは、鈴木選手もすごいんですけど、周りが鈴木選手の前で行くまでシュートをボール持たしちゃうってことです。あ、まあそうそうそう。だから逆説的に言うと、うん、そういうことになるんですけど、ね、キーパーの前に彼がいるっていうのは頭に入れといた方がいいんじゃないですかね。確かにそうですよね。まあ主戦場右なんで、うん、そう考えると浦和レッズの左、うん、ゆるきじゃないですかここは。ああ、じゃあぜひ土曜日のゲームの時は我々の目線は5番の鈴木選手をいかに外してシュートを打つかっていうことを考えていけばいいわけですね。面白いですよね。そして、まあ、ゆるき選手が出場して、俗に言うゆるきゾーンに突入したときに、はい、鈴木選手もね、全試合フルタイム出場を続けるには、うん、ゆるき選手の足引っ掛けちゃいけないんですよ。そうですね。うまいからね、転ぶのね。もう本当うまいですからね。審判泣かせですからね。でも鈴木選手、敵ながら応援したくなる選手ですね。いや、ね、いい選手だなって思います、はいはい。ちょっと注目ですね。まあ、こう、9月にはいいタイミングがあったんですよ。これ、反面教師にした方がいいなと思うんで、はい、ベルマーレに引き分けた後、仙台 FC 東京、はい、横浜 FC に3連勝っていうのをやったんですね。はい、4試合負けなし。はい、その後、やっぱ勝ったり負けたりなんで、はい、浦和レッズ今4試合ね、同じちょっと星の取り方は違いますけれど、まあ、同じく4試合で勝ち点10取ってる時期が今なので、はい、ぜひここはね、アウェーで勝ち点3を確実に積み上げてもらいたいなと。注目ポイントは僕らもわからない、他の方もわからなかった大分のディフェンスに注目しろなんてなかなかないんですけど、ちょっと鈴木由伸選手いい選手なんだと思うんで、僕らちょっと要チェックしたいと思います。もう一人挙げていいですか？あ、いいですよ。ボランチの選手なんですけれども、島川選手。監督さん、コーチが柏レイソル出身の方が多いので、うん、島川選手、柏レイソルの下部組織出身の選手で、JFL、J3、J2、J1 といろんなチーム動いてきて、ここでようやく準レギュラーで出ております。先日お話した吉田達磨さんが監督時代のゴールデンエイジの選手ですので、非常にボールのチラシがうまい選手ですので、ここピアノマンね、はい、ピアノがもう歌も素晴らしいし、ピアノも素晴らしい、有名ですよねピアノマンで。この選手をさすがですね、こうちゃん。ここを抑えないとダメですから、ここからの配球をうまく潰していきたいところだと思います。そこもちょっと見てほしい。大分戦はですね、アウェーなんですけれど、いろいろとスタジアムの中で、はい、制限が変わってくるそうです、はい、オープンになってくるので、はい、1万4000人上限となって、はい、この日からアルコールが販売もされるようですよ。なるほど。そしてゲートフラッグの掲出も OK だと。ただ試合始まってキックオフからタイムアップの間は全ての旗の掲出はダメだ。アウェー席もオープンになるようですので、ぜひ浦和レッズのサポーターの方はルール守って楽しんでいただければな。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。じゃあ